寒い、ね、寒い寒いね。そうですね、まあ、とりあえず NEC の方で、3ヶ月、弱プレーしてて、まあ、試合もこなしてたので、まあ、その試合的なコンディションは多分大丈夫ですね。まあ、単純な移動、による疲労っていう部分は少しあるかもしれないですけど、まあ、でもそこも思ってたほどではないので良かったです。まあ、本当に J リーグの中でもトップクラブですし、とても何回も優勝している、とても強豪なイメージが強いので、プラスいいサッカーをするチームっていうイメージがとても強いですね。そうですね、まあ、僕自身結構、まあ、周りの選手を見て、それに合わせて、動いてポジションを取って周りを生かしてプレーするタイプなので、まあ、本当にサイドにだけで張ってプレーするっていうわけじゃなくて、サイドハーフだったり中盤のポジションを見ながら中に入ったり、そういったフレキシブルな形でやるのが得意なので、まあ、そういったところも長所かなとは考えています。左右どちらでもプレー可能なんですかね。そうですね、まあ、オランダでもシーズン通して大体両方やることは多かったので、はい、どちらでも大丈夫です。この川崎のチームというのは、まあ、選手スタッフ含めてどういうなんかこう感触というか感じというか、もう本当にいい人たちばかりで、すぐに声をかけていただきましたし、食事中もみんなと話したりしてますし、あとゴメスだったりとか英語喋れる選手もいるので、うん、まあ、そういった本当にみんなコミュニケーション、豊かな方々ばっかりなので、とてもいい雰囲気で入らせていただいてます。背番号の理由をちょっと話しますね。もう本当にご想像通りサイで、はい、名前の通りなので、まあ、本当にオランダでもつけてた番号なので、空いてたら絶対つけたいと思ってたので良かったです。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。